けどもね、ね長い付き合いで、はい、その最初のドラの花に来ていただいた時はあれも多分ね、あれも 5,6 年前だよね。そうちょうど多分ね、入られる直前ぐらい、ね、うん、そうか、うん、ね、本当に来てくれると思わなかったね。来てくれて嬉しかった、あの時は。でしかもあの時ってユーストリームっていう配信のやり方で、そうそうそう、その音楽の権利関係とかがね、うん、なんかどうすればいいのかよく分かんなかったんで、残念ながらちょっと演奏をその時は配信できなかったんですけど、はい、まあ、今回は一応Facebook ライブを使って配信するんですが、はい、でオリジナルですもんね、全てね。そうですね。なんかこう、権利的にやばいというか、うちの事務所がちょっとダメなのでね、そういうのがなければ。あ、そっち系ですよね、うんうん、そっち系がなければ大丈夫、それがなければ大丈夫、大丈夫ですね、うん、大丈夫。じゃあ今日はもうね、バッチリセッティングもできてるんですが、はい、お店の、そうそう、どこ行っちゃったんだろう、どこ行って、買い物、買い物と信じたいけど、まさかトンツラこいてないわ。逃げしたとかじゃないよ、ね、誰もいない。支払いを待ってる方もあそこにいるんですよ。そうですね。あ、すいません、もう大丈夫。あれ、マンマさんいないの？マンマもうなんかどっか行くって、多分サポートに行ったんだと思う、買い物とか、うん、徐々にトンツラ。困りましたね。そんなこと言っちゃいけないね。全然大丈夫。今のスクラブ印象がちょっと非常に悪くなるから大丈夫大丈夫、まあ、そうやって笑いが取れるぐらい余裕がある、そういうね。そうで、今日皆さんお酒はお飲みになられますか？普段は飲みます。今日はね、今日スクラブオリジナルのワインとかが、何それ、もしかしたら帰りに売りつけられるかもしれません。そういうことね。でも最近の皆さんもワインを飲むじゃん。ワイン好きです。美味しいワインらしいです、いいですね。気になる。今日はね、みんなこっち気になるよね。こっちもね、金髪のちょっと気になる。あ、そういう意味で気になる。哀愁漂って後ろ姿が見えるよ。タバコ吸ってんだけど、ね、そうそうそう。じゃあちょっとね、その中でスプーンさんの演奏は何時、まあリーさん帰ってきてからなんですけど、そうそうそう、予定としては何時でしたっけ？本当はね、20分ぐらいトークして、20分も、ああ、まもなく20分になるんだけど、うん、でも大人の事情で、ちょっと、ね、勝手にやってもいいんだけど、いい音が作れない、我々でも、うんうん、じゃあ、まあ、とりあえずじゃあ、この後また、ね、そうですね、ご出演いただくということで、はいはい、まだステージの方には行かなくて大丈夫です、はいはい、何か PR するのがあれば、近々のイベントであるとか。そうですね、イベントもちょっと今はね、どうなってるかが、まあそうだね、今からこのイベントがっていうのがスタート。そうなんですよね、ちょっとな、メーテルなんかメーテルが通る、あ、マジの方申し訳ない。あ、どうぞ。お支払いがなかった。トンズラーじゃなかった。先ほどちょっとリハで、ね、聞かせていただいたけど、かなり、ね、いい感じの、フォアカショも上がる感じで、新曲ですよね。新曲もありますよ。上がる感じの、楽しい、ね、初めてお披露目する新曲ですか？あ、うんうんって、初めてって言って。最近でもフェイスブックで、うん、動画とかよく上げられてるんで、ね、なんかそう、新曲情報とかも上げられてるので、はい、そういう意味では初めてじゃないけど、うん、きっとでも虎の花では初めてですよね。そう、まあ、そういう当たり前やから。虎の花3年半ぶりなんやから、初めて決まっとるから。配信はスポンさんのフェイスブックページってある？はい、あります。じゃあそちらの方またいいねしていけば、はい、また動画が上がった時とかね、はい、チェックできると思うんですね。そうですね、まあ、ご覧の、はい、今ご覧 の6万人だから7万人、あ、今10万人中、10万人、今1人減ったんで、あ、でも10万人です。今ね、はい、ミツさん、ありがとうございます。ミツさんもね、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、普通に見てる人ちゃんと見てみたいな、書いてリアルタイムで配信、
コメントをぜひ送ってください。あ、そうですね。コメントを送ってくれると、スプーンさん宛にね、そう、ちょっとテンション上がるし ね、 ね、コメントで、ね、後でアーカイブされたものにもコメントは全部残るんで、あ、後でこの時間にこの人がコメントしてくれたら、もちろんリアルタイム、あ、証拠が残っちゃう、証拠、証拠、そう、それが嫌なんですよ、コメント削除とか、それが大丈夫見たよってねあの時見たよっていう証拠になります、ね、まあ、そんな感じでまたちょっと参加していただきます。あ、すいません、寝てました。高橋さん、帰ります。高橋さん、帰りました。なんか向こうは皆さん気になるみたいな。高橋さん、無事お支払いが終わりました。じゃあ、この後、ちょっとビビさん、はい、次第ちょっと演奏をお願いしたいと思います。はい、もちもち、はい、スタン、まだ、まだ、まだ、来た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 、そこでほら、ちょっと顔出して、別にここ通ってくれていいよ。ビビです。やばい、違う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 、これここここ近い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 。リリーさんが戻ってきました。何が食べれるのかな。エアリブ楽しいんだね。そういうのが出るの今のが外れ、うん、どうか、まあ、多分液晶画面で、あ、そっちがそのまま出た、あ、よかったよかった。ところどころちょっとね、うん、アーカイブもしっかり残しとかない。あ、アーカイブ自体はね、Facebook も残るんですけど、このままね、全部残りますからね。そうですね、 YouTube の方にもちょっと残したいなと思いまして、今の動画ボタンを押しておりますけれども、お腹がすきましたね。お腹がすきましたね。まあ、この後この後ね、スプーンでバッと盛り上がって、一気につついたお腹をガッとこうね、今日盛り上げると、今日はなんだっけ、さっき海老先生の、かき丼、かき丼あるって言ってるね。これかき丼とホタテ丼をちょっとダブルでお願いしようかな。あ、こうやって食べる、こうやって食べる、こうやって食べる。すごいね。せっかくなんかみんなの6つに分けた5じゃない6パックボディを取ろうと思ってたのに。で、俺だってこれ食べ、食べないとダメだよ。あ、食べないと今もうどんどん痩せてるから。あ、そっか、食べない、ちょっと反感を変えますけどね。あ、そっか、欲なの、欲なの、熱が弱いだから。多分ボクシングやればいいよ。痩せるかも。まあ、メニューとしてはね、今日のライブ配信のメニューとしては、まあ、もちろんこの今から、これはいいです、今大丈夫です。それではスプーンさんのステージに切り替わりました、どうぞお願いします。こんにちは、スプーンです、よろしくお願いします。では最初の曲、プラネットバス聴いてください。
イク出てますかね。マイクがちょっとね、これなんかも、すいません、私も、もらっていいですか。あれ皆さんこんにちは、スプーンです。よろしくお願いします。地声で行きましょうか。あ、ちょっと来た。来ました、ね。ハチェック。もうちょい。あれでね。おお。ハハハ。はい。出てくるかな。すいません。聞けないかな。コウスケさんマイクを。ハチェックワンツー。へへ。へへ。もう配信してるんですよね。ね、もちろん。アクションカメラ。アクションカメラ。めちゃくちゃドアップ撮ってますから。本当ですか。どうしよう。いやー、今日もですね、はい、ね、イベントに、がどうなっちゃうのかなって思ったんですけど、なんとこう観客が、ね、無観客ライブでもライブができるということがとても嬉しいなと思ってて、ね、ありがたいですね。なんかこれはこれで、なんかすごくいいというか、うん、なんか新しいというか、はい、新しいさを感じるって感じ。そうですね。なんかさ、この期間に思ったんですけど、うん、こうね、ライブができることもお客さんが来れる状況っていうことも当たり前じゃないなっていうのをすごく思ったりして、そうですね、うん、ね、とってもありがたいことだなっていうのを確認することができた、うん、みたいな気もするし、うん、もうね、全てね、奇跡でできてんだなっていうふうに私は思いましたね。はい、うん、いいこと言った。いいこと言ったね。いいこと言ったね。はい、またあとはね、こういう、はい、なんていうかな、試す機会でもあるよね。こういう配信とかのさ、可能性っていうかさ、うん、ね、いいよね、これもね。そうですか。うん、今日カメラ何個あるんでしょうか。何個あるでしょうかね。あ、こっちもあるんだね。こっちもある。これ動いてますか。今動いてる。3台。すごいですね。今これね。今これなんです。アクションカメラの方で。すごいですね。わあ、すごいですね。わあ、もう本当に切り替わって、テレビみたい。テレビみたい。虎の鼻、すごい。いや、虎の鼻、なんと1回目にスプーン出させていただいた思い出があって、うん、ね、はい、それでその時を経てこの番組もずっと続いていて、はい、そしてさらにまた出させてもらえてるなんて、なんて素敵なのでしょうか。嬉しいですね。嬉しいですね、はい、聞いたら5年前ぐらいでした。そう、ご出演いただいたのね。そんな経つんだね、ゴミさん。道理で年取るわけだ。そんなことないよね、みんな嬉しいにしましょう。しても全然耐えれるの。本当ですか。どうしよう。ちょっとライトいっぱい当てといてください。任せてくれ。じゃあ次の曲に行きましょうか。次の曲、2015年に作りましたスプーンオリジナルソングです。キャッツアイライン。
から冬の期間、1月から3月ずっと冬眠してまして、久しぶりのライブでございまして、ちょっとドキドキめぐみさんこの機会ちょっとこの期間ねちょっとだけライブをしてましたか。そうなんですよ、この期間スプーン冬眠だったので、うん、でもライブやりたくって、うん、で曲もどんどんできるもんだから、はい、ソロライブをやってまして、うん、月に 2,3 回ここポップスクラブさんでもお世話になってね。そうなんですね、ここでねやらせてもらったりしてました、うん、どうでした。楽しかった、うん、楽しかったそうなの、やりたい放題やってしまってですね、うんうん、そう、まあ、でも一人でやれることもあるし、バンドじゃないとできないことっていうのもあるなっていうので気づけたなって思ったんですよね、はい、でも楽しかったそうですね、はい、楽しそうだったよ。お世話になりましたもうあの時私もね、誰よりも先に率先してシールドを巻いたりとかもすぐにこうピッとやってかっこよく演奏を決めることができたんですよね、うん、そうですすごい乗ってくれた本当ですか実際はもうシールドぐちゃぐちゃのねえ、すごい大変だったんですよね。ちょっとイメージ悪いですよだってね、やっぱ一人だとさ、うまくできなかったんですよいやいやいや、でもね、いつもメンバーがやってるってことだからね、それはねそう、いつもありがとうございました、本当に、ね、
まあ、こんなのがスプーンでございます、はい、そう、うん、でもすごい私いい経験させてもらったなと思って、うん、よかったね。寂しかったんじゃないの。いや寂しかったというか不安だったね。矢野さん迷惑かけてなければいいけどって思ったら、まあ案の定ね。かけまくっていった。多分ライブは大丈夫だと思ったけど、そのね、なんかこう、ね、そのもその後もろもろが大丈夫かな。これどこにどう繋げばいいの。そう、あと忘れ物しないかなとかさ、そういうなんか不安はあったけど。子供か。いや本当にそうなんですよ。そうだったんですよ。でもなんとかやっとけたよ。よかったね。はい。じゃあね、はい、パワーアップしたね、ずみさん。いい匂いしてきた。いい匂いしてきたね。うん。確かに。任せよ。わあ。メアリン。はい。はい。後半またスプーンちょっと演奏させていただけるということで。ありがとうございます。はい、嬉しい。変わらないじゃん。はい。一旦この次の曲で一旦、はい、ラストです、ね。はい。はい。それでは聴いてください、うん。ドラマチックという曲です。Thank you.
あ、やばい、電源が、はい、電源が今、電源が今抜けたよ。あ、あ、抜けた。あ、うん、あ、大丈夫。あれ、これ、1カメが生きてないの。1カメ今抜いて、こいつの電源がね、危なくなった。あ、そうだね。あ、ごめんごめん、これ電源ちゃうわ。もう、右往左往。多分さ、みんなね、脳みそがいろいろね、回線がね、シナプスが、シナプスのようなね、ちょっと接続がなかなか、そうそう、死滅してってる。死滅シナプスの死滅型。死滅型。すごいね。今度ね、豆千代、ね、うん、ピンクダイヤモンドのボーカルの店に今、豆千代っていうね、そう、お店はやってます。飲み屋さんっていうね、天満町でね、天満町、多分全国の人は分かんないけど、そうか、浜松市の、うん、町中のね、町のちょっと外れの5時半ぐらいの時で、神社の参道沿い、そう、ね、最近だから客が来なくて困ってんだよね。そうなん、なんかね、今、そう、あれじゃん、コロナとかで、ね、ね、大変みたいだけど、うちはその前から大変でそうそう、だから意外となんかこうそんなに変化はないっていうか、うでもあれでもう一個の方のさ、稼ぐの株も今だって大暴落。いや株はね、もう大暴落でやばいじゃん。やばいよ、なんか新たに買いたいんだけど、うん、その持ち株がマイナスになっちゃってると、なんかこう自分の総資産みたいなのが下がるから、うん、こう空売りとかできなくなっちゃうね。そう、もうなんか今やりたいのにみたいな、銀行から入れ、ね、また入れなきゃ。でももう逆にお金持ってる人は今チャンスだよね。そうだよ、ね、だから今買って、この後だってコロナが収束すれば株上がるもんね。そう、ね、だからお金持ちがやっぱ儲かる世の中になってるね、うん、あーやっとねそうなってるねなんか調子見はね、調子見はね、うちに働くんだよ。でもまあ俺なんか株やってないから、うん、株が暴落しても何のあれもないんです。逆にね、羨ましいことだよ。羨ましい、羨ましいことだよ。あ、ほら、怖いよ。怖い。いろんな人がつまずいて。いろんな人がね。そう。で今度はあれだよね、テフリのお店の豆千代で、豆千代の夜っていう。豆千代の夜、そう、新しいね、そうやる。そしたらこうロゴをマーク作ってくださ、豆千代の夜。すごい。でもあれだ、パソコンがないと。そこに、うん、いや、このロゴとかを入力をするとか、うん、まあでも iPhone かなんかでやってみるか、豆千代の夜、うん、え、パソコン持ってるよ。そういうことじゃないの。パソコン持ってる持ってる。あ、でもこのテロップ入れるのが Mac にしか対応してないけど。あ、そうなの、うん、ジブリもいつもらえる。そうだよね、まあ、そうそうそう、ジブリ暇だろ。今度は女子会やるんでしょ。そう、今度の土曜日ね、そう、こういう、そう、ご時世で本当、うん、みんなバンドライブが中止になっちゃったりとかしてるから、ね、ちょっとその時間で豆千代に追いつけてくれる。そうね、そう、でもその女子会に俺もこっそり紛れ込む。まあ、そう、女装女装するの情報してね。そのズラ貸してもらっていい？そうだね。あれ、なんかピンク姉さん。ピンク姉さんになって。ちょっと顔は違うくないって言われる。そんな変わんないよ。顔からげっそりしてるから。そう、それね。そう。俺顔から痩せるからね。うん、ごめんね。ね。なんかさっき私Facebook で、うん、ちょっとアプリを使って、ここの宣伝をね、トラの花で今から配信するよってやったら、うん、ちょっとほっぺたがすごいキュッてなってたから、うん、止まってたね、顔は、ね、そう、だからなんかね、そう、お友達がテルリーのほっぺ爆笑みたいなほっぺがみたいなあれもね、よしわるしだね、アプリってすっきりしちゃってるね、みたいなね今これ映ってるのはこれが真実。これだったらアプリじゃないでしょ。これさ、これもアプリ仕様にしてくれないそんな無茶言うな。そんな難しいこと。だから練習の時とかみんなで集合写真撮るじゃん。ね、うちら。うん、それチグリンのヘッポコね、デジカメで撮るから。そう、アプリでも何でもないから、うん、もう本当はもう真実が映っちゃって、なんかもう萎えるわっていう。いや、現実は見つめないとダメだ。ほんと、でも今の最近の女の子はそんなね、現実に慣れてないから、みんなアプリやっぱ。いや、でもその現実に慣れてない男子には、えらい迷惑よ、うん、そう、ね、まあ騙されるよね。ね、
こんな可愛いと思って会いに来たら、そう、あれそうそう、どういうね、テルリンの最初のフェイスブックページの写真、あ、なんか止まったかね、うん、あれも騙されたよね。何なんかカメラ持ってこういうポーズ。ああ、あのだいぶ前のやつだ。そうそうそう、あの決まりだとしてやってたから。そのやつだ。そうそう。こんな綺麗な人と一緒にバンドやれるんだ。何言ってるよ、あれは昔だからまだアプリとか使ってない真実だよ。昔のテレビ、してない昔のテレビになりたかったよ俺。まだね、自力でしょって人だから。自力でしょって。そう。あれ何年？ 5 年ぐらい前。あれもうちょっと前かな。前か。そう、7、8年ぐらい前で。本当自力でシュッとしよう。まだ若かった。そう、大中もなんかもうちょっとね。そう、俺でもね、だいぶお腹が閉まってるから。ボクシングやるね、なんかやってんだ。じゃあ、2人の腹アップいきます。大丈夫か。あ、でもあと2ヶ月ぐらいしてからして。あと2ヶ月すると割れるからな。2ヶ月か、うん、2ヶ月後まではこれやってんのかな。もう普通にライブやりたいね。次、マジでライブをしやすいだから、やりたい。ピンク、これからみんな筋肉を鍛えて、うん、ピンクマッチョダイヤモンドになるんだよね。そう、あ、みんなマッチョになるの。そう、みんな鍛えるっていう。じゃあ筋肉マンの歌とか歌わせてきてるじゃん。ね、肉の人とラーメンマン。整ったようですか。整いましたか。整いましたか。お、はい、いいね、いいね、待ってたよ。危ない、ないね。クラブコーナーね。うん、リリーさん、ね、リリーさんの、歌のコーナー。うん。が何曲やるように、うん、何曲やっていただけるんですか。何曲やるんですか。さ、何分？一応30分ぐらいは予定しますけど、リリーさんが納得するまで。よし、よし。とことん付き合うよ。やってていいけど、配信は途中でやめちゃうけどね。ひでぇ。そうするとあれだよ、チグリの分だけスペアリブこんなちっちゃいのね。骨だけだね、骨。いいよ、これ。犬のようにバンバン思いながら、これ食ってやる。なんかね、軟骨までね、美味しく食べれるらしいよ、スペアリブ。さっきママさんに言ってたけど。スペアリブね、なかったの。え、ないの。だから、違うのでした。お、まあ、じゃあそれもまたちょっとお楽しみでね。じゃあきっとあのクリスマスの時すげえ肉臭いの俺。あ、肉触ってたわけね。そう、まあ、なんかそれでさりげなくアルパカセブンのシャツ着てるね。本当だ本当だ。本当だ。すごい、アルパカセブンスの T シャツ今バカ売れなんだよね。そうだよね、そう、みんな。じゃあちょっとピンクダイヤモンドの T シャツ作る。誰が買うの？誰が買うの？かもしれんじゃん。そうだよ。でも絶対ピンクだね、色が。そうだ。でもね、この間あの一度死んでみたってあの映画ので、うん、黒地にピンクの一度死んでみたっていうの最近テレビで番宣で。あ、なんであの黒い T シャツにピンク文字とか。そう、すごい可愛かった。そう、あれがいい。ピンク、さすがにボディがピンクっていうのはどうかな。ちょっとやっぱ今黒着ないといけないから。ほら、黒にキャスター。黒に固執してる。黒の着ないといけない。ほら、なんでこれカメラっけえよなんて。じゃあね。じゃあまた次は、トラが歌います。ご存知ま、ま、ま、まです。ま、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 なんか聞いてる、そこで歌うんだよ。聞いてるよ、いいね。あ、また、あ、あ、大丈夫そうだね。よし、俺これちょっと歌詞がうまいや。いいよ、大丈夫、大丈夫、よし。じゃあ、まあ、見えないけどね、置いてあってもね。マジか。大丈夫、じゃあマジンガー Z 行ってください。はい。
これね、いつもはね、あの会場の皆さんと一緒にあのタイムがオンっていうのでやってもらうんですけどね、そう、まあ、また一体型ね、会場と一体型のね、そうそうそう、あ、あの平野さん見てくれてます、はい、今ようこそようこそ平野さんありがとうございますようこそようこそじゃあ次はなんかいろいろ失敗も含めて取り戻さなきゃいけない感じですか。いろいろね、あの何人権とか人権とか追ってくるじゃね、君らが一番欲しいもんじゃないの。欲しい、取り戻したい。肉は取り戻しちゃダメだ。もういらないいらないいらない。そうそうそう、あの S サイズの服を取り戻したい。じゃあ俺はちょっと愛を取り戻すぞ。はい、よし、いくよ、はい、はいよ。違うんだけど、出たな今日も。違うんだけど、お約束。お約束。行くよ。ちょっと待って。これを録画しとこう。はいよ。
最後の曲ですね。皆様見てるかな。皆様今こっちにいるみたいですから、ね。雑数。じゃあね、最後はね、みんなのこう絆をこう強める感じでいきましょうか。はい。ウィアー。ウィアーね。はい、いくよ。はいよ。かき飯やった人数限定じゃんけんして
あ、米か。牡蠣大嫌いだ。嫌いなの？ホタテは？ホタテは大丈夫。ホタテ丼。ホタテバター丼。お、ホタテバター牡蠣丼っていうのはない。ちょっとメイン。白いやつだけね。2つ頼めばいいよ。それから、あと何だっけ？そっちことじゃまた。一口ステーキ丼。それから、豚丼スペシャル。これはですね、豚丼スペシャルはですね、バラの煮込みと豚バラの煮込みと豚ロースの煮込みと、おあと、トントロが乗っている。やばいやつだ。油がいっぱいになった。トントン言ってる。トントン、トントン、ジョロジョロ、やばい。なんか黒うどん茶でも買ってくるじゃないですか。本当だよね、あの特報のやつね、ちゃんと。そしたらいいと思う。うん。よし、やっても大丈夫なの？いいよ。 OK、 いいの。頑張るぞ。イエーイ。あんななんかさ、明るい人たちがわ、あのね、キキマタックがね、東京で俺を紹介するときにすっげーロックな格好してすっげー暗い歌を歌う人だって紹介してるんですよ。暇だけど、これ見てるか、これ。全然見てない。それでも何気ない
た感情がいつか何かを流したら涙が誰かの影になるのだ。
最後の歌です。La la 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 la
ありがとうございます。さあ、ご飯作るぞ。なんか始めていただいても OK でございます。はい、ありがとうございます。あ、元気。改めまして、こんにちは、スプーンです。どうも。今日は虎の花に出演しています、楽しい皆さんと、のんきな時間を過ごさせていただいて、とても楽しい音楽にまみれて幸せに過ごしています、スプーンです。よろしくお願いします。何回目とかあるんですか？多分20何回目か。あ、そうだね、途中から数えるのやめちゃった。そうなの？20何回目ってことは、でも5年間やってるってことはあまり回数が。あのしばらくお休みした。あ、なるほどね。それでまた復活したのね。全然23回。すごいじゃないですか。じゃあもっとやってるね、きっと。何回？うん、安全ライブは、あ、そうか、安全ライブとしては23回目、うん、お、配信としてはかなりやってる。あ、分かんないです。そうか、すごいです。安全第一から始まったんですもんね。そうか、安全ライブは。そうですよね。12月だっけ、前回11月だっけ、見出させていただいて。12月でしたっけね。12月だったと思う。そうか、そうです。あれから安全運転にすごい心がけて安全運転ね、おりまして、はい、結構私は運転が危なっかしいとよく言われてる。ちょっと上手くなったけどね。よかったあまりに眠すぎた時があって、その時ですね、結構そのなんか途中のコンビニとかで仮眠を取ったりするんですけど、コンビニとかがない高速道路でめちゃくちゃ眠くなってしまったことがあるんですよね。その時はね、本当に浜松サービスエリアから浜松のインターまでが遠くて、もうどうしようかって思って、その隣にいたんだよね。超怖かったそれ。そうだったよね。珍しくね、運転を頼んだんですよ、うん、でちょっとお酒飲んでお任せしたら、もうめっちゃ怖かったですね。眠いって覚えてないんだもん、私も覚えてない記憶がない。まあ夜中だったんで、高速もね、ほとんど車いなかったんですけど、なんか、真ん中走ってるよっていう、真ん中走ってるし、40キロぐらい出してるから、踏んでと。そうそう、危ない、ね、で、一回サービスエリア寄った方がいいんじゃないって言ったり、そうね、で、15分寝てそうそうそう、はい、そういうのがありましたんで、もう二度と頼むからっていう頼んでおりません。それがいいと思います。でも大丈夫、私安全第一を通り越したからね。安全になってきたから、大丈夫かな、はい、今年はさらに安全に行きたいと思います。安全27回でしたっけ。あれ、あ、今は23。あ、23、今日が23。増えた。じゃあ安全に、スプーンのライブをお届けしていきたい。どういうことだろう。いきたいと思います。それではお届けしますね。この今から歌う曲は2016年のアルバムに発表したパリという曲です。空を飛んでパリに行くようなイメージで聴いてください。はい、
違うですね。よね、うん、だって、うん、お客さんのそのね、うん、あの温度というか、はい、そういうのこうイメージが大事じゃないですか、うん、画面の前の画面の向こうのってことね、うん、そうそう、うん、で見てくださってる人は今何をしてるんでしょうかね。この時間6時あ5時半ぐらい日曜日の焦点見てる焦点見ながら焦点見ながらどれぐらいかジンバルコちゃんとパラパンパン。その後ジンバルコちゃんとサザエさん待ってる。あ、そうだね。その流れのやつ。そうですよ。日本国民にはもう本当に愛されているこの2大アニメがある時間でございますけど、はい、そこにスプーンが入り込めるのか。頑張りますよ。頑張ろう。ね、頑張ろうね。うん、はい。じゃあ次の曲、はい、紹介を。次の曲は嬉しい色という曲でございまして、はい、カラオケ屋さんのですね、テーマソングにちょっとね使っていただいている曲でございます。そうなんですよ。この辺で言うと掛川、まあ、ちょっと遠いですけど、うん、掛川と藤枝にありますミッションさんっていうカラオケと、はい、愛知県では力グループっていう名前で、うん、行われてる私の方を見なきゃいけない不安そうだっけっていう感じだけど不安じゃなくて答えてくれてもいいじゃんそうだよそうだよ大丈夫自信持ってそういうテーマソングになってます。嬉しいです、ね、よろしくお願いします。すごいですよ。カラオケミッションさんとかチカラさんって内装がもうまさにインスタ映えを狙った。そうなんですよ。すごいの各部屋全部違うんですよ。全部違う色も違うしね、うん、でなんかブランドもののパロディみたいのでなんかシャネルじゃないシャネルみたいなクッションが大丈夫かな。まあ大丈夫です。あとね、いろんなキャラクターたちがいたり。そうなの。すごい面白くて、一回ぜひ。どうぞ。ね。そうですね。掛川。見てください。ね、多分行けると思うんで。面白いよね。そうなんですよ。すごいいい写真が撮れること間違いなし。はい、カラオケミッション＆チカラでございます。それではここのテーマソングになった嬉しい色を聞いてください。
ということで、メンバー紹介を。メンバー紹介するんだ。はい。やりたいと思う。そうだね。ここのタイミングでみたいな。ここのタイミングでか。ではメンバーを紹介したいと思います。うん。誰からにする？ああ敵僕がもう言われるかと思いますね。言わないよ。言わないよ。どうしよう。じゃあ、しんさんから行こう。はいよ。はい。しんさんといえば何でしょうかね。紹介しとかなきゃいけない方。ああ、たくさん食べるで有名。すごい食べるんですよ。なんか打ち上げとかで、あのすごいたくさん出た中華とかの時も、うん、だんだんしんさん真ん中の席にいて、どんどんしんさんのとこに集まってくる、皿が集まってくるね。そうよく食べますよね。食べます。あとゲームが好きですね、うん、アニメも好きです。アニメも好きです。今日はね、すごいね、うん、アニメソング、そうだよね、大好きだよ。そうだよね、そうだね、歌っちゃうよね。しんやまし、かわいいね。じゃあどっちから紹介する？あのお互いが紹介するね。あ、最初はグッキーだけど、はい、先ほどちょっと話しましたけども、運転がちょっとね、危ないですけど、最近ちょっと上手くなったという噂の、うんうん、そしてアロマとか、うんうん、と体に優しいようなことをやってます、普段はあのセラピストとしてお仕事しております。はい、アロマトリートメントとか、はい、なんか自分で喋り出しそうだね。どんどん自分で言っちゃう感じのね。ボーカルめぐみです。はい、では紹介します。猫が好きで、はい、マルチカンを買っていますね、はい、マンチカンだっけ、マルチカン合ってる、マンチカン、マンチカン、マジ二択だったんだけどね。はい、そうですね。あとはあの昔出会った頃は髪型がすごく、まあ、今もあれですけど、今もそうなんだけど、ちょっとね、髪の毛伸びてくると丸くなる傾向があって、なんか、はい、今はね、え、前はね、さらにね、これぐらいあった、これぐらいあったんですよ。毛量が多いんですよ、人は。なのでちょっとほっとくともうね、こんなになっちゃう。なんかイタリアとかのさ、ね、こういうなんかあるじゃん、すごいこういうヘルメットでっかいのみたいな。あるよね。あ、そう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 。あれを彷彿とさせる髪型をしておりましたね。すごい。最近、うん、分け目が変わりました。あ、うん、全然わかんない。来た、コウスケ。よろしくお願いします。はい。2020年、あの今日から一応スプーンはライブの、まあ、配信カラーという感じでスタートさせていただいてるんですけど、今年10周年になりまして。おー、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、10周年。いやね、虎の花1回目出させてもらって、ね、なんかすごい、ね、そうですよ、その、ね、うん、ユニットとしてまだやってますのでね、はい、よろしくお願いします。これからも頑張っていきたいと思います。10周年 の、 あの記念イベントを今考えていて、うん、秋ぐらいかなにちょっとみんなで集まってワイワイできるような、うん、あの楽しいことができたらいいなって思っていますので、はい、ぜひ、うん、ぜひ来たい、あ、来てください、はい、うん、ね、また詳細が決まったらお知らせをしますので、はい、ぜひ皆さんスプーンの10周年そしてあのワイワイガヤガヤに参加してもらえたらなと思っています、はい、ではスプーンからお届けする最後の曲になりました。昨日一昨日来てたんか、うん、あ、どこに、ここのお店に来てた。そうなんですか、ね、いやもうね、ぜひ一緒にこれをやってもらって。はい、では最後の曲をお届けします。今日は本当にどうもありがとうございました。